そこのお前、前へ出ろ。何者なんだ。隊長、どうします。この女はリストにありません。リストはもういいわ。彼女を処刑台へ。ご命令通りに、隊長。隊長に。一体あれは何だ。見張り兵、何が見える。雲の中だ。ドラゴンよ。ドラゴンにソブンガルデへ連れて行かれちまえ。そこら、こっちだ。砦の中へ。ついてこい、囚人。行くぞ。待て。もういなくなったみたいだな。だが戻ってくるかもしれない。グズグズしてる場合じゃないぞ。ここから一番近い町はリバーウッドだ。俺のおじさんが鍛冶屋をやってる。お前に手を貸してくれるはずだ。スカイリム各地に点在する13中の古代大理石のうち3本を第一守護石という。行って自分の目で確かめるんだ。天使か、いいぞ。俺が見つけた時、やっぱりあの荷馬車に乗ってるべきじゃなかったんだ。ここは静かなもんだな。来てくれ、俺のおじさんだ。アルボアおじさん、どうも。ハドバル、ここで何をしてるんだ。今休暇中じゃ。ショールの骨にかけて何があったんだ。何か困ってる。頼むよおじさん、静かにしてくれ。俺は大丈夫だ。とにかく話は中でしよう。何事だ。それにこれは誰だ。彼女は俺の友人だ。それに命の恩人なんだよ。ほら、全部説明する。まず中に入る。分かった分かった。探してるのは防具か、それとも武器か。分かった。スヴェンと話してたのはお前か。リバーウッドも悪くない。ノルドの村に。彼は吟遊詩人らしい。時々時間を見つけてはこの工場で作業をしている。どうやら自分のバラードやソネットでカミラ・バレリウスを酔わせ、はいと言わせて結婚するつもりらしい。聡明で美しい彼女がそんな戯言で落とせるわけがない。多分考えたんだが、カミラにスヴェンの本性を分からせるにはちょっとした後押しがいる。頼む、この手紙をスヴェンからと言って彼女に渡してくれないか。あの愚かなノルドを陥れるにはうってつけだ。
誰かがどうにかしないと。ダメだと言ったろ。冒険も芝居も盗賊を追いかけるのもダメだ。それで何をするつもりなの？聞かせてもらいましょう。もう話は終わった。ああ、客か。聞かせてしまって悪かった。ああ、確かに多少の窃盗があった。だが売るものはまだたくさんある。盗賊は一つのものだけを狙っていた。装飾品だ。純金のな。ドラゴンの爪の形をしている。本当か？最新の爪に金貨が入っている予定だ。爪を取り戻してくれたらやろう。ところで盗賊を追うなら町の北東にあるブリークフォール墓地へ向かうべきだ。これがあなたの計画なの？そうだ。これで行かなくても良くなったのでは？本当に？ここにいる新人の助手には案内役が必要みたいね。うん。いや、八大神にかけて良かった。だがまだ町の外れとは。ブリークフォール墓地へ行くには、町を抜けて橋を渡らないといけない。ここからも見えるのよ。建物の上に山がある。あそこに潜んでる盗賊どもは、行かれてるに違いないわ。ああいう古い墓地は、トラップやトロールで溢れてるし、他にも何があるか分かったもんじゃないのよ。町の外に繋がる橋を北西方向に山を登るとブリークフォール墓地に着くわ。私は兄弟のところに戻った方が良さそうね。待たされると腹を立てるの。本当子供なんだから。力を貸してくれることをマーラが祝福してるわ。きっと新しいしね。彼は女の子の方を染めさせる方法を心得ているの。これは何？もしあの間抜けが自分の汚い家を本気で掃除してもらえる気でいるなら、こっちだって。スベンに母親なら別にいるはずと伝えて。もう話もしたくないの。この先の山道は曲がりくねっているわ。古い監視塔が見えたらその道で合ってるはずよ。塔に着いたら北に向かって。ブリークフォールウォッチはさらに進んで角を曲がったところよ。幸運を。戻ってくるのをルーカンと店で待ってるわ。面倒を起こす気はないな。何か用か？カミラに手紙を渡したら教えてくれ。手助けに感謝する。これを受け取ってくれ。工場で働いて貯めたもんだ。いいだろう。
まだここです。何を持ちましょうか。先に行ってくれ。オーグナー、オーグナー、聞いてるの？そうしない。部屋と食事、飲み物ならある。俺が料理する。他に言うべきことはない。何をする気なんだ。これはスカイリムの心強い守護者、帝国軍に捧げた叙情歌です。乾杯をしよう、若さと過去に、苦難の時は今終わりを告げる。鋼の意志で敵を追い払おう、奪われた故郷を取り戻そう。ウフリックに死を、殺しの悪党。血あぶった日には飲み歌おう。ここに来るべきじゃなかったな。もう終わりか。それだけだ。
だここです。何を持ちましょうか。先に行ってくれ。ついていく。